ルビ<ズ>アメリカモデルナ製の新型コロナワクチンに異物の混入が見つかった問題で製造に関わったスペインの製薬会社ロビは26日、異物が見つかったのは日本のみに納入された製造番号のワクチンだと明らかにしました原因は調査中ですが製造ラインの1つに問題があった可能性があるということです。 ロビーはモデルナと委託契約を結んでいてアメリカ以外に納入するワクチンを瓶に充填し完成させる最終工程を担っています。